伊藤ゆり子は愛知県とこなめ市出身のプロフェッショナルエアロビック選手でパブリックスピーカー。身長156センチメートル、体重51キログラム。世界タイトルを9つ獲得している。三種妹の末っ子として愛知県とこなめ市に出生。中京女子大学短期大学部体育科卒業。スタジオナファ第14期インストラクター養成コース。 終了。1988年頃からエアロビクスを始め、その年に初めて競技会に参加。小中学校時代に機械体操、高校時代に新体操、ジャズダンス、クラシックバレエ、短大時代にモダンダンスを経験。1996年に鈴木ワールドカップで世界の頂点をつかむ。以来エアロビクスの女王として世界の伊藤は、 頂点に君臨世界の三大大会である、鈴木ワールドカップ、ワールドエアロビックチャンピオンシップ、フィグ、スポーツエアロビックスワールドチャンピオンシップスのすべてのタイトルを手にしているが、1999年度は1、シーズン中に、これらの世界三大大会全てを制覇する、グランドスラムを獲得する快挙を成し遂げた。これまでに取った世界のタイトルは9つを数え、 レディーエアロビクスと言われ世界中のエアロビックファンから愛され続けている。現在ではエアロビック選手という枠を超え音楽を使って体を動かすことの素晴らしさを伝えるパブリックスピーカーとして活動。また、ラテンダンスをベースにしたスペイン発の新感覚ダンスワークアウトバイラバイラのプログラムコーディネーターエアロビックダンスワークアウトエアースターコレオグラファーとして イベント出演や隠しメディアへの解説などで活躍中。2016年4月1日からは、一般社団法人、日本フィットネスダンスインストラクター協会の代表理事も務めている。伊藤由里子。家族ごはん。ゆり子の今日の一言一人ごと。サイバーイージェント。2017年4月23日。閲覧。競技エアロビック。伊藤由里子。 挑戦者ナンバーワンへの会談、エピソード第47-13マーチ2010テレビ朝日。2017年4月23日閲覧。ご挨拶、協会概要。一般社団法人日本フィットネスダンスインストラクター協会。2017年4月23日閲覧。ありがとうございます。